では先に結論を言ってしまいます。これはですね、体について勉強するということなんですね。どういうことを言ってんのかっていうと、例えばですね、ノードベースができないってなった時に、じゃあ体を勉強するって何を勉強したらいいのか。これは整体について勉強したらいいんですよ。で、これなんでした方がいいのかっていうと、原理を直接知れることがあるからなんですよね。ノードベースの原理はね、細かく説明するのが難しいんですけど、仮整体と整体をね、締めた状態で、発声をすると、喉ベースができるっていう、確かそういう原理だったと思うんですけど、そういうことをね、勉強すると、めちゃめちゃ効率がいいよっていう話です。そのやり方を学ぶのはいいんですけど、そこから意識することっていうのを明確にできるんですよ。この体の仕組みについて勉強すると。なので、これは絶対した方がいいです。し、この技どうしてもできなかったんだけど、どこどこを締めるよう意識したらできるようになったみたいに、謎が解ける場合があります。で、さらにメリットを挙げるんであれば、整体を使う技すべてに対する理解度がめちゃくちゃ高くなるんですよ。喉ベース以外の整体を使う技って言ったら、チェストベースとかインワードベースとか、そのあたりですね、に対する、理解度がめちゃめちゃに高くなるんですよ。で、さらにもっと言えば、技の習得がより一段と早くなるんですよ。原理が分かってるので。どうこうこういう。